はい、こんにちは。今日はですね、ここ神戸動物王国から中継でお伝えしますよ。つい先ほどまでここにたくさん鳥さんたちいたのに、ええ、どこ行ったん？5分前集合って言ったのにどこ行ったん？持ってない。頼むよ。持ってないね。ご飯あげて寄ってくるようにしてるんですけど、持ってないとか言わないでください。はい、本当に人懐っこいんで、ここにいるだけで幸せな気分を味わえるんですよ。またね、またね、ちゃんと来てね、今度はね、今いないけどね、お願いを。さあ、移動しましょう、移動しましょう。さあ、この神戸動物王国なんですけれども、身近に動物たちと、感じることができるというのが特徴的なんです。さらに、こちら園内には100種類以上の動物が、いるんですね。さらに先月にはリスの森という新エリアも開設されました。こちらのエリアでは日本リスが目の前で自由に動き回る様子が観察できるんです。本当に可愛いです。さらに現在バードパフォーマンスと呼ばれるイベントも開催されていて、今は白大鷹のパフォーマンスが期間限定で楽しめるんです。大迫力です。さてこちら、砂猫ですね。ちょっとお昼休みしてねんねしてる猫ちゃんもいるけど、砂漠の天使という異名がついてるほど可愛いんですね。ただ爪や牙は鋭いらしくて、家で飼うにはちょっと難しいそうです。さあ、先ほど私身近に触れられるというお話しましたけれども、今回特別にこの場所でこちら蛇と私触れ合います。よりによってリハーサルの時見てなかったんで、初めましてなんですけど、浦川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。大きい。あら、大丈夫か。前に行きますね。これ特別ね。首失礼します。おー、重たい。おー、すごい重たいですか。あ、ひんやりしてる。すごいね。暑い時に良さそうですね。そうですね。何何すごいすごいすごい。そういう対策のグッズあるけど。は、かわいい。これ名前は何て言うんですか。セントラルパイソンっていうヘビでございます。セントラルパイソン、はい、お名前ついてますか。お名前センちゃんです。センちゃん、はい、そのままですね。ままですどうですか、はい、かわいい。重たいです。結構ずっしりきますね。 4.5 キロあります。 4.5 キロですって。ちょっと怖いけど、でも皆さんの期待したリアクション通りいかなくてすみません。私意外と大丈夫です。そうなんだね。カメラの子だよ。すごい。うわ、何ちょっと、はい、ありがとうございます。センちゃん使えてるじゃない。すごい絶妙なタイミングでカメラの方に。楽しい。だから鳥が逃げちゃったんじゃない。違うか。こちらメインどころです。おとなしいヘビだもんね。モモンガの夜と呼ばれる新しくオープンした施設の魅力に迫りたいと思います。担当の田中さんです。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどんな施設なんですか。こちらは普段夜に生活をしている動物たちを明るい時間帯に見ることができるエリアです。夜行性を昼に見ることができると、はい、気になります。行ってみましょう。行きましょう。さあ、入っていきますよ。ここから先世界が一変します。はい、ほらほらほら、真っ暗なんです。なので夜の森をそのまま再現したかのような場所で、ちょっとね、これから先映像暗くなります。私の顔が見えないかもしれませんけど、魅力あふれる声でしっかりリポートしていきたいと思います。照明と騒音が NG。 安心してください。テレビ局は入って大丈夫なのかな。よろしくお願いします。ちょっと静かめに行きますね。はい、お邪魔します。赤いよ。はい、ほら見て、この本当にね、森の中を再現したかのようで、はい、いました、いました。いきなり我々を出迎えてくれたのがこちらです。田中さん、こちら。こちらはオオフクロウという完全夜行性の鳥です。完全夜行性、はい、森といえば、夜の森といえばフクロウですよね。そうですね。動いている姿は結構レアなんじゃないですか。そうですね。こうやって静かに佇んでいる姿が狩りをする時の姿なんです。狩りをする時の姿、はい、そのリアルな姿をそのまま見られると。そうですね。かわいい。さあ、そして田中さん、僕気づいたんですけど、はい、なんか館内ちょっと赤みがかったこの赤いライトですけど、これなんか意味があるんですか。実はこの赤いライトっていうのが、はい、動物たちが視認しにくい、非常に見えにくい色なんですよ。あ、そうなんですね。ですので私たち人間はこうやって見ることができるんですが、はい、動物からするとすごく薄暗く感じているんです。あ、そうなんだ。じゃあ人間はちゃんとその姿、動物たちの姿を見ることもできるし、動物たちは薄暗い環境でいられると、はい、そうですね。さらにこちらですよ。はい、アルマジロちゃんです。どこにいるかな。あ、いました、いました。ドッとドッと走っています。まるでこの中、あ、止まっちゃった。あ、動き出した、動き出した。ってことはやっぱり、はい、夜だと思ってる、はい、こちらはマタコミツオビアルマジロという種類で、世界にはアルマジロ20種類ぐらいいるんですが、はい、その20種の中でも
2種類だけ完全にボールみたいに丸くなることができるんです。そうなんだ。そのうちの一種がこちらです。ちょっと丸まってくれない？そうね、見たいよね。元気に走り回ってますね。でもこういう姿見られるのも嬉しい。はい、さあそしてモモンガの夜という名前がついているだけあって、ここ、はい、モモンガちゃんがこちらです。かわいらしいフクロモモンガという種類のモモンガです。タラさん、さっきまでリハーサルの時は巣にいたんですけど、ちゃんと動いてくれてますね。はい、空気を読んで今ちょっとお腹が空いたのかしっかり出て餌を食べております。ありがとうございます。そうですか。特徴的なところで言うとどうですか？モモンガという名前がついてるんですが、実はカンガルーの仲間、有袋類なんです。カンガルーの仲間なんですか？はい、そうなんだ。目もね、クリクリっとしてて、これ顔見えるかな？ちょっと見えないかな。こっち見てほしいですね。だけど、ね、この両手に収まるサイズで、はい、本当可愛らしいですね。いやー、この夜行性の姿を、まあ、元気な姿を見られるというのは本当魅力的ですから、はい、皆さんもぜひ見に来ていただければと思います。さあ、田中さん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、このエリアの中、まだまだたくさんの動物たちがいます。10種類の動物がこのエリアの中にはいるんですが、そのうちの5種類は初めてこの神戸動物王国にやってきた仲間たちなんだということなんです。ですからぜひその姿を一目見ていただければなと思います。さあ、このエリアもいよいよ最終盤、この先にドアがあって出口、さあ帰ろうかなというところなんですが、こちらメンフクロウちゃんです。なんとこんなところにもいるんですね。可愛らしい。これ生きてますよ。ちゃんと降りないんですけど、います。はい、この可愛らしい姿、ぜひ皆さんも見に来てください。それでは皆さん、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございましたケロ。